ウェストランドはアメリカが州国ミシガン州ロワー,ー半島のウェイン郡北西部に位置する都市である。2010年国勢調査での人口は84,094人だった。ミシガン州の市としては人口で第10位、軍区を合わせても第12位になっている。デトロイト都市圏に属しており、デトロイト市中心街の西約16マイルにある。 ウェストランド市役所の表示2016年時点のウェストランド市長はウィリアム・ワイルドであり、2007年から現職である。市政委員会の議長を初めて務めていた2006年11月、前市長のサンドライ・エイシシュレッリが第18地区裁判所判事に選出され、その後任にワイルドが指名された。ワイルドは2007年1月に就任し、それ以来市長職を続けている。 市の司法府では、サンドラ・エフェレンス・シシレッリとマーク・エマコーネルが、勤めている。シシレッリは、ウェストランド市の三県府すべてに勤めたことになった。市の立法府は、市政委員会であり、7人の委員で構成されている。2016年時点の委員長は、ジェームズ・ゴッド・バウトである。委員の任期は4年間であるが、2年ごとの選挙で4人が、改選され、 得票数上位3人が任期4年、得票数4位が任期2年間である。八角形邸宅、ウェストランド歴史公園の一部南京メルズ18世紀、ウェストランドとなった地域にはポタワトミ族インディアンが住んでいた。他にもアルゴンキン五族の三部族がこの地域を両場として使っていた。ウェストランドと名付けられる以前に、いくつか別の名前が付けられていたことがあった。 白人が入植を始めたのは1824年頃からだが、19世紀の初めに地域を通過し始めていた。1827年、バックリン軍区が組織された時に、現在のウェストランド、リボニア、ガーデンシティ、インクスター、ウェイン、ディアボーン、ディアボーンハイツの各市とレッドフォード軍区を含んでいた。1829年10月20日、ミシガン準州議会の法により、 バックリン軍区はリマ軍区とリッチランド軍区に分割された。しかし、当時の郵便法の下で地名に関する混乱があった。ためにリマは中国の南京市から名前を取って南京軍区と改名された。またリッチランドはやはり中国の北京市から北京軍区と名付けられたが、1833年にはレッドフォード軍区に再度変えられた。1835年、 南京軍区がリボニア軍区から分離した。1869年、ウェインが村として法人化され、1960年には死になった。1927年、ガーデンシティが村として法人化され、1933年に死になった。インクスターは1926年に村、1964年に死になった。1842年、 アナーバートレール33175に南京ミルズが製粉所として建設され、かつてこの地域で農耕を行っていた農夫によって使われた。1916年、ヘンリー・フォードがこの工場を買収し、農夫がその農場から離れることなく、成長している自動車産業で働けるように工夫されたビレッジインダストリーズプロジェクトの一部として改修した。 この工場は一度修復され、フォードモーターのためにステンシルテンプレートを作るために使われた。最終的にフォードがこの工場をウェイン軍に売却し、この歴史ある建物はウェイン軍公園となり、地域の自然と文化的な歴史を展示する案内センターとなり、地域の行事も行われている。1839年。 軍の貧窮者のための家がグラシットアベニューから市の南東外れにあるエロイーズに移された時にその歴史が始まった。後に結核患者を治療するサナトリウムに転用され、さらに1945年にはウェイン軍総合病院となった。1894年からはエロイーズという名前の郵便局もあった。ノーウェイン地区は市内でも古い方の地区であり、 65年以上存在してきた。この地区は第二次世界大戦直後に建設され、近くの工場で働く機関兵の一時的な住居を提供した。2009年後半、ウェストランド市がこの歴史ある地域を急速に清掃し、修復し、再生させるために206万千ドルを受け取った。これは刺激、再生基金を通じて出たものであり、2008年の地区。 安定化プログラムに割り当てられた。ウェストランドセンター1960年までに南京軍区の人口が7万人に達し、世界でも最大級の軍区ということになった。1960年代初期、リボニア市が大型ショッピングセンターのウエストランドショッピングセンターが建設される南京軍区の部分を併合しようとした。このショッピングセンターは、 最終的に1965年に開店し、サウスフィールドのノースランドモールとハーパーウッズのイーストランドモールに合流した。リボニア市が併合しようと動いたことに反応した南京軍区の住民は、1966年5月16日、軍区の残っていた部分をウェストランド市に変更することを住民投票で決めた。当時、ウェイン軍では4番目に大きな市だった。 ウェストランド市中央部のフォード道路からの眺めジョングレン、高校ウェストランドとウェインの両市は、ウェインウェストランドコミュニティ教育学区を形成している。ウェストランド市内には、ジョングレン高校、ティンカムセンターとウィリアム D ・フォード、職業訓練センターの3高校、ウェイン市内には、ウェイン記念高校がある。ウェストランドのオーレン道路沿いには、史跡となっている、ペリンスビル学校がある。 ウェイン市内に住むほとんどすべての生徒は、ウェイン記念高校に入学することになり、その他バンビューレン軍区、インクスター、ロミューラス、カントンとウェストランド南部の生徒が、同校に入学する。ウェストランドの北部と中央部の生徒、さらに隣接する、インクスターとカントンの孤立した領域の生徒は、ジョングレン高校に入学する。ウェストランドの最北部は、リボニア公共教,教育学区に入っている。 2013年にインクスター教育学区が解体される以前にテイラー教育学区に入っていたウェストランドの一部はテイラーにあるテイラーパークス小学校、フーバー中学校、ハリー・エストルーマン高校に割り当てられる。リボニア公共教育学区に入っている部分はウェストランドにあるヘイズ小学校、リボニアにあるローズデール、ガーフィールド、クリーブランドの各小学校に割り当てられる。 5年生と6年生は、ウェストランドのジョンソン上級小学校と、クーパー上級小学校が割り当てられる。ウェストランドの生徒に対応するリボニアの中学校は、フロスト、エマーソン各中学校である。同様に高校は、チャーチル高校とフランクリン高校がある。ウェストランドの南東部には現在、ロミュラスコミュニティ教育学区とテイラー教育学区に分割される部分があり、 ここは以前インクスター教育学区に入っていたところで、ある。ロミュラスシニア高校は、ロミュラスの生徒に割り当てられた高校である。インクスターの生徒は以前、インクスター高校に入学していた。チャータースクールとしては、ユニバーサルラーニングアカデミーがある。私立学校、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は20.45平方マイルであり、 このうち陸地20.43平方マイル、水域は0.02平方マイルで、水域率は0.10%である。第18地区裁判所以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウィリアム・ P ・ファウスト公共図書館、ウェストランドには常勤職員を抱える。 警察署と消防署がある。消防署は緊急医療サービス、防火防災、さらに特殊化救援チームがいくつかある。ウェストランド公共図書館は、書籍、雑誌、CD、プレイアウェイ、ビデオ、DVD、電子書籍を提供しており、参加者データベースを通じてアクセスできる。2013年1月1日時点で、 ウェストランド市公園とレクリエーション部は、ウェイン市公園とレクリエーション部と合併し、費用を節減できるような手配を行った。この漁師合意により、ウェストランド市民が、ウェイン市のプールを市民料金で利用できるようにした。ウェイン市とウェストランド市は、長い間市民サービスを共有する歴史があったので、2012年に、その消防署も合併させた。 これによって合わせて25万ドルを節減できることになった。88人の制服組消防士が年間1万5000件以上の呼び出しに対応し、ミシガン州南東部では最も多忙な消防署となった。ありがとうございます。